ンストップラビットのハルヒコとテテです、本日はですね、はい、11月7日に幕張メッセで行われるフェスがあるんですけど、なんと僕ら出ることになりました。いやすごいです、ね、ありがとうございます。マジで。で今日はその出演者であるキゲさんコラボできるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いやせっかくなんでね、はいはいはい、やっぱドッキリやっていきたいな。まあいないじゃないですかメンバー一人。そうですね、はい、まあ内容としましては、はい、僕らがビジュアル系に憧れてて、はい、もうビジュアル系をやりたいと、それで桐生さん入れてください、はい、なるほど。そしたら達也君はどんな反応をするのかっていう、はい、まあでもこれ桐生にインしちゃうとショー来ちゃう可能性ある。いやいやそれ桐生にショー来ちゃう。僕のことをからかったのゴールデンボンバーまあゴールデンボンバー出ますか。まあ出ますよ、わかります。間違ってないですよこれ、あなたそう、今ふざけてないですから、はい、ちゃんとやってるんで、はい、まあ言うて多分達也君気づくと思うんですよ。まあ、俺ら多分下手なんですよ。なんか賢いしね彼は、うん、すぐ感づくから、はいはいはい、多分もうなんならメイクしてこの後入りしてくる可能性ある。ダルビッシュさん、あケンジの、うん、いやいや違うよこっちでしょ。いや言うHave kept many of these Marlins hitters off balance. Oh, that one inside. That got Brinson and the home plate umpire. もうそろそろ来るんで、叱っていきたいと思います。Let's go! はい、はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はじめまして、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。今回来てもらったのはちょっと理由があって、割とこれ真剣な話でちょっと聞いてもらいたいんですけど、はい、僕バンドを始めた頃もともとビジュアル系すごいやりたくて、でもそのやり方わかんなくて、でずっと今まで普通にロックバンドやってたんですけど、でいざこのフェスに出るって決まった時にやっぱりそのピリューさんたちをの映像とか見たんですよ。そしたらやっぱり諦められなくて、もう今からでもいいんで、そのビジュアル系やりたいなって思ってて、やっぱ後悔したくないんで、なんで桐生さんたちと一緒にできれば入れてもらって、一緒に今後もやっていきたいなって思ってるんですけど、入れてもらうっていうのはメンバーとして、ノンストップラビットさんがビジュアル系をやるではなくて、はい、ただね、達也君に言ってなかったんですけど、そうそう、まあ、2人でちょっと考えて、もう結構本気で笑いなしで、え、それを今日打ち合わせたいと思う。打ち合わせっていうか、まあ、その前に話したいと思う。いや、ノーチョ。いや、でもやっぱ俺、本当に諦めきれない。いやいや、その知らない、初めて聞いたんだけど、ビジュアル系に塗りたかったとか。いや、でもなんか憧れがすごく、いや、もう後悔してないですよ。だからこういう機会を設けてもらったし、これは桐生じゃないとダメですか。桐生じゃないとダメです。桐生さんじゃない、どう考えてもそれはそうさ。桐生以外にもいますよ。いや、いや、でも桐生さんじゃない。ドラムですよね。あ、僕ドラムです。ギターですよ。はい、ベースですよね。ベースとボーカル。ベースボーカルですよね。ツインドラム、ツインベースですか。で、トリプルギター。いや、もう自分ドラムなんですけど、はい、ドラムじゃなくてもいいんですよ。もうその、まあ、例えばですけど、まあはい、汗拭いたりとか。汗、まあ、その怪我した時、怪我した時とかの手当てとか、その治療というか、うん、まあ、オペとか。いや、いいよやつ。浅田先生飲んでろ、プレゼントつけて。あいつはまだいいよ、汗拭く。いや、メス、汗のやつ。スタッフで、なんかうちのバンドで働きたいとか、そういうのじゃないんですか。いや、でも、もう何でもいいんで、携わりたいんですよ。頭がおかしいな。やっぱ人数多いってこと。いや、天竜やん。頑張るのに、ね、なこといや、それ考えて、天竜、いやいやいや、いや、プロレスなんだよ、その話。衣装ってのすごい。うん、だから、プロレス。天気よ、まあね、その、やっぱこだわってらっしゃるから。いやだから、その、どういうこと、意味がわからない。君、朝とか、
パワーボム高森の天竜にありますね。その一言ですよね。パワーボム天竜だ。天竜にしてくださいよ。パワーボム天竜がめちゃくちゃ得意にしてる技や。真剣に話そう。いやそうそうですよ。ご本人を前にしてその急に連れてこられた身だからようわからん。しかも憧れがあったの。俺今初めて聞いたから。いやまだ二十歳ぐらいの時に柏パルザ、キリュウさんやるってなって、お客さんすげえなのに、たまたま鳥が鳴ったんですよ。僕もバンドやったんですよ。あ、天竜とキリュウだったら、どっちが好きですか？キリュウ。いやいやいや、声が天竜だからずっと。え、いやいや、ちょっとこれちょっと深く聞きたいけど、その想像ができないの。二人が桐生さんに入ったとして、その活動していくビジョンも、その桐生さん側も見えてないし、その明確にあるわけです。やりたかったとしたら、なんか実はこんな名前が良かったとか。俺はもう、牛太郎。いや、イリュウだよ、お前。イリュウだよ。坂口さん。お前もあるわ。天竜。天竜源一郎。いつまでやるのって。たぶん悪すぎるな、ちょっと。リーダーできない。俺らは入った。なんと言われよう。いや、それはこっち側の話じゃないからね。急に入りたいって言ってるだけなやつらじゃん、今。まあ、でもこの今の一連の流れを見てさ、この俺らの真剣な思いを聞いた上で、その桐生さんがどう思ってるかっていうのをやっぱ聞きたいですね。何ですか、もういいですよ。下手なだけですよね、君らが。最近流行ってるそのメンバーが他に行っちゃうドッキリを俺に多分仕掛けようとしたんだよね。そうです。それの、一番最下層の本人を用意してまでやった一番最低なドッキリですよね。気づいた。で、その最初から、ね、最後入れてもらえるかだけ聞いてきますか。あ、聞いてください。僕たち3人キリさん3人置いていけないんで、3人入れてくれますか。とりあえず、真剣な思いはすごい伝わってきたんで、どこですか。何ですか。何倒してマジで。じゃあ、まかない限定限定うわうしわ誤解無はそれぞれ普通に出ようよ。一緒にやるかなと思うもんね。いや、本当に本人を呼んでこんなことするのは良くないと思いますよ。いや、俺も苦しかったよ、ずっと。いや、胸痛かった。胸痛いやつのボケ数じゃない。権利は絶対胸痛いんだよ。まあでも、今日仲良くなれたんで、はい、よかったと思うんですよ。逆に、仲良くなるためのドッキリありがとうございます。はい、CD をお渡しして、はい、すいません、じゃあ本日はよろしくお願いします。お願いします。ぜひ笑ってください。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。絶対慣れないからね。ビジュアル系は絶対慣れないから。君はもうありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕らの方ちょっとなんか別々 DVD とかいいです。僕らなんか結構タイプでしたベストなライブ DVD。 ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、桐生さんのチャンネルも概要欄に貼ってありますので、ぜひともご覧ください。僕らの動画も上がるんですよね。はい、そうですね。ぜひ、両方ともチャンネル登録よろしくお願いします。では、幕張メッセで会いましょう。さようなら。どうも、ソップラビットの達也と、アンミキョウカク。はい、どうも、こんにちは、ナルミ、今年のナルミです。怖い、これ、それはやばい。
てゼロになった残像。一人じゃ私を愛せなかった。二人重ね合った感情。